が花火大会プレゼント前に毎度力強い音楽乗せて勢いよく花火が空高く咲きました。夏を締めくくり秋の訪れを告げる夢の時間、存分にお楽しみください。続いてはマイホームタウン、誰かが誰かを思う、そのひとときを知ってメッセージ乗せて打ち上げていきます。東出市の皆様からは花火大会ありがとうというメッセージいただいていますよ。まずはメッセージ花火パート1、大切なことなどをお届けします。最初の花火は7号玉端末花火、逗子スポーツクラブ様からのメッセージです。すくすく生き生き、逗子スポーツクラブでスイミング。続いてハッピーマザーさんからのメッセージです。お元気な池田先生奥様と万歳万歳万歳。ラブが美容室様からのメッセージです。あなたの笑顔が世界を開いて拍手を込めて。続きまして、役所6代のサンフォーム様からのメッセージです。逗子の人と町が大好きです。続いて柳屋ビルディング株式会社などからザ・タコさんのかっこいいから大丈夫に乗せて重厚なメッセージ花火です。日本橋柳屋ビルは逗子を応援しています。高子建設株式会社様から10号玉メッセージ花火です。おかげさまで53年、土木外交工事お任せください。株式会社トラスティ様より、ヒライライのビューティフルジャーニーに乗せてスターワインのメッセージ花火です。かけがえのない逗子のために。お誕生日おめでと
医療法人メディスタイルグループ様から RNA 熟成のグッタイムを受けて大スターマインのメッセージ花火です。社会を明るく元気にする医療を目指して、
メッセージです。逗子葉山ラグビースクールで一緒にラグビーをやろう。次は雷整形外科エイクリック様からのメッセージです。皆様の健康をお手伝いをします。逗子不動産様からクイーンの手を取り合ってレンタスクリプト検査に乗せて重厚なメッセージ花火です。逗子の未来永劫の平和と安全を祈ります。皆さん、たくさんの心温まるメッセージをありがとうございます。
ました。次は短歌祭なり大人気の片物花火が登場します。最後は音楽なしで黄金の光が寿司の海に降り注ぐスターマインです。会場に響く花火の音もゆったりとご鑑賞ください。